卵活空は、動物の発生の初期に形成される構造で、受精卵が卵活を繰り返して形成される、最初の構造でもある。例えばウニの発生では、細胞分裂が進むと、その内部に次第に空撃が生じ、双日肺、胞肺と進む頃には、そのほぼ中央に、大きな空洞が生じる。これが卵葛空である。二肺王動物の幻聴貫入、胞肺から、 幻聴肺の形成。外肺葉細胞の一部は内側に移動して、内肺葉を形成する。卵活空が発達すると、受精卵は表面に一層の細胞を並べた中空の構造となる。この時期の肺を胞肺という。この後、幻聴が胞肺の中へ貫入することによって形成される。実際には、卵活空は必ず確認できるものではない。 四方動物などでは、卵葛が進んでも内部に空撃を生じない例もあり、その場合、ある程度細胞数が増えてきた段階で、これを卵葛空のない放廃とみなす。これを中耳放廃という。また、昆虫などでは、卵の中央に卵黄が集まる例があり、表面部分のみが卵葛を行う。したがって中央にはやはり隙間そのものはないが、これも包廃とみなす。 身体構造物では、卵活孔内に新たに真体構が形成され、それが発達するにつれ、卵活空に由来する構造は確認できなくなる。偽体構造物では、卵活空がそのまま体抗になる形である。肺盤法の構造、EN、エンドミトリウム、子宮内膜、EN、インナーセルマス、内細胞界 EN、トロフェブラスト、栄養膜、 ブラステシストキャビティ、卵葛菌卵葛菌、ブラステセルとは液体で満たされた肺盤胞の中央領域を指す。卵葛菌は受精卵があり糸分裂により細胞数を増幅するときに肺形成中に形成される。ただし、これを一般の肺発生における卵葛菌と同一視するのは問題がある。ザ・カーネギーステージズ 2007年10月13日閲覧。ありがとうございます。